なおその後、陰の時代に成立する甲骨文字においても、竜にあたる文字は、トン竜同様に自身の尾を口で加える姿を承継したものである。なお白川静香は竜と蛇の違いについて、角があるものを竜、角がないものを蛇とされたが、古くは竜と蛇の区別はあまりなく、マムシ、蛇もまた竜とされ、竜に関わる、虹、水地、 などの文字に、虫、が用いられているのも、そのためである、としている。欠如に見飾りは、自分たちのそれである蛇は、永遠に生まれ変わりを繰り返す、という縄文人の考え方を表現したものかもしれない。